高来政治、高来政治、高来政治、高来矢押しは、朝鮮半島の高来時代、918年から1391年に制作された政治有を施した時期である。中国、五越、907年の花向け収容、現行聖賞、S 収容原石交渉とする説もあるの政治の技術を導入して焼き始められたものであるが、その出現時期には、 諸説ある。最も早い説は十世紀前半、九百十八年、建国。最も遅い説で十一世紀後半である。主な政策地は、全羅南道の後進と全羅北道の武安。宋の越州用の政治は中国で、秘色と呼ばれたが、高来では十二世紀前半に、紛製色の陶器が生産できるようになると、紛製色を秘色と呼んだ。 元明の時代になると量産品が朝鮮半島だけでなく中国へも輸出されるようになったが、明朝では量産品を表して廉価ではあるが品質は雑用の後日用品を作る国内民間用に見劣るとした。その造形は手の込んだ量品は層の流線用のものとよく似ていて色は紛争である一般品は花向け修婦のものと似る。 品質上の前世紀は一般十二世紀と言われ、現名の時代に輸出された品は中国では評判が芳しくなかった。高来の高級品と廉価品は共に南方より北方で好まれたようである。十三世紀以降に評価が低くなったとする説が複数あり、モンゴル帝国の侵入による社会の混乱だと主張する者も,もいれば、 大量生産による品質低下ではないかと主張する者もいる。14世紀で流行は止み、粉製作機に交代した。中国に接する朝鮮半島では、中国文化の影響を常に受け、強い文化的、技術的な影響を受けてきた。陶磁器の分野もその例外ではなく、政治もまた同様であり、中国、花向け修養、伝生では越修養だが、造形は 花向け収容のものに類似する政治の技術が伝来し、生産が始められた。高麗政治の最盛期は、朝鮮半島では12世紀とされ、10から11世紀は、その前段階にあたる。高麗の焼き物には、白地や黒地もあるが、主要な製品は政治であった。政治の態度は、小生成前は褐色を呈しており、これを素焼きすると灰色がかった色に変化する。 これに鉄分を含んだ上薬をかけて還元炎、硝成、幼内に酸素を十分に供給せずに薬すると生地になり、有薬中のチタニウム、マンガン等の微量元素の含有割合によって、緑に近い夕食から、雨すぎあっぱれと称されるような、澄んだ青色など様々な色に発色する。朝鮮半島においては、三国時代から統一白木時代の焼き物は、素焼きの土器である。 日本と同様韓国では無勇のものを土器と呼び、陶器とは呼ばない慣例。統一白木時代後期、旧世紀になると、墳墓から中国製の越州洋政治や東山祭の器が骨壺として出土する例があり、こうした中国当時の影響を受けて、高麗においても政治の肖像が始まった。その時期は旧世紀とする説もあるが、一般には、 高来王朝成立後の十世紀がその諸言とされており、名州ネ派から街路運ばれてきた花向け衆政寺、越州用政寺とする主張もあるが、越州用の当時は薄手作りであり高来の政寺とは模様の流行も違っている越州用の評判に固くしたものだろう。厚手の作りと花を多用する模様付けは系特賃など花向け衆用のものに、 近いと同じルートで技術が伝来し、生産が待ったものである。10世紀の鎌跡は、景気道、塩を清三堂、道、四分ン三道、紅海南道ペチョン群本三里などで発掘されている。これらは線、土を焼き締めて板状にしたもので築いた、線築用である。10世紀に属する遺品としては、純化三年、992年目の政治超速再起。 順化四年、993年目の壺、理科女子大学博物館像などがある。順化四年目壺の夕食は黄色がかっており、夕も流化して繁盛になるなど、政治の技術は発展途上であったことが伺える。11世紀になると、駒の国力の増大と、中央集権体制の確立に伴い、政治小生の釜は、全羅難道の更新、肝心に集中し、 寛容的性格を強めていった。この時期の窯は、十世紀に用いられた、先築用に代わって、土築用となっている。十二世紀は駒があった地域の人々の間では、高麗政治の最盛期だとされている。奇形や作風に、中国、宋で評判の高かった、明る修用、帝用、南寺用などの影響を受けつつ、量産品として、日用品の政治を生産した。 また、高級品としては、高来特有の造眼聖事を施されたものが製作され、高難よりも、河北で好まれた。騎士としては、瓶、兵、名瓶、名瓶、口が狭く肩の張った形態の瓶、鉢、水中、航路、水滴など様々あり、航路や水滴には、人物、動物、器物などの具象的形態を基形とした調層的なもの、ある。その女強は、 1123年、僧の施設として、高麗に滞在した時の見聞記、千和法師高麗事業を表したが、その中で、高麗政治の夕食について、青色のことを、高麗人は、非食と呼び近年この色を出せるようになったと記録している。当時の政治は、寛容で、王族や上流階級向けに制作され、大量に生産し流通する製品ではない一品、制作であった。 1170年の武神の乱を契機とする社会状況の変化とともに時期の作風も変わり、それまでの単色時に加えて造眼政治が盛んに作られるようになる。造眼とは、元は金属工芸の用語で、素地土に文様の形を彫り、色違いの土を埋め込んで仕上げるものである。それまでの高来の時期は、無門のものも多く、透かし彫り、陰刻などの過食があっても、 基本的に単色のものであったが、12から13世紀には、土色の違いによって、図柄を表す造眼政治が成功し、政治に、同定色の赤色系統の文様が加わった、動画、日本語で、新社というも使用された。14世紀の政治について、量産化とともに、作風や質の低下を主張する者もいる。次の朝鮮王朝時代には粉製作機が、 焼き物会の主流となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。